中部アフリカにおける、ルワンダの場所ルワンダの都市、町、及び主要な村の地図ルワンダの衛星写真本校では、ルワンダの地理について説明する。ルワンダは、中部アフリカの内陸国で、今後民主共和国の東側に位置し、世界第144位となる2 6 3 3 8 k ルの面積を要する国家である。その国土は、草原と、 なだらかな丘陵で構成されることから線の丘の国と呼ばれている。国土の南部側にブルンジとの国境が2 9 0トル西部側にコンゴ民主共和国との国境が2 1 7トル東部側にタンザニアとの国境が2 1 7トル北部側にウガンダとの国境が1 6 9トルとなっている。 2 6 3 3 8 k ルの国土を要し、このうちの3%が水域である。ルワンダの地形図・ザ・マップ・ライブラリーによるルワンダの衛星写真ルワンダは大きく分けて3つの地域、すなわち草原部と、なだらかな丘陵部、そして南北に渡り険しい火山が連なる山間部に分けられる。また、ルワンダ西部を南北に走る平均標高、 約2750メートルの山脈により、コンゴ川水系とナイル川水系を分かっている。この両線の西側斜面は、アフリカ大湖省の一つであるキブコと面しているほか、キブコの南端から生じて南方へ走るルジジ川渓谷は、第一交代の一部を形成するとともに、コンゴ民主共和国との国境となっている。一方、両線の東側斜面は、 西側斜面と比較して傾斜が緩く、なだらかな起伏を持つ、丘陵部の中原が、タンザニア国境付近の平原、沼地、湖などからなる東部の地域まで徐々に海抜を下げながら連なっている。なお、ルワンダで最も海抜が低いのは、ルジジ川の950メートルであり、一方最も海抜が高いのは、カリシンビ山の4507メートルである。 ルワンダの首都キガリの年間降水量と気温の変化。ルワンダは赤道から南に2度の位置にあるにもかかわらず、その海抜の高さから気候は温帯に属している。海抜4800フィートであるキブコ付近の日、平均気温は摂氏22.8度である。2月から5月と9月から12月の年2回ある、雨季の期間にはほぼ連日の豪雨と晴れ間が交互に発生する。なお、 年間降水量は平均800ミリメートルであるが、この降水は東部のサバナに比べて西部と北西部の山間部でより激しいのが一般的である。ルワンダの主要な資源は以下である。ルワンダにおける土地の主要な用途は工作であり、工作地のうちの40キロ平方メートルは灌漑地となっている。以下に2005年時のルワンダにおける土地使用の割合について表で示す。 ビルンガ山地の火山国立公園に生息するゴリラのボシルワンダでは近年周期的な干ばつや国土の北西部で今後民主共和国との国境沿いに位置するビルンガ山地の火山活動による被害を受けている燃料を目的とした樹木の無秩序な伐採花放牧による土地の荒廃土壌疲労による作物の生産効率低下密漁による 動植物層への深刻な被害などへの対策が急務となっている。ルワンダは以下の国際条約に批准している。ありがとうございます。